おはようございます。釣り子 TV です。これすごいね。ずっと気になっていたオフセットフックですね、釣り具屋さんに並んでいたので買ってきました。1袋ね440円。ちょっとねここにもポイントがあるんですけども、ブリームオフセットっていう風に書いてありまして、あの黒田プロプロデュースのチヌの針ですね。最近あのボトムチニングとかね、チニングとかね、もう本当あの黒ダイをワームとかルアーで狙うっていうのがね非常に、流行ってきていて、っていうのも自分なんかあの東京エリアなんですけども、結構ね黒ダイが以前よりねものすごいねうようよしているね。自分が小さい頃なんかはね、本当富津の方から先の釣り物で、本当ワンオク部の方は幻の魚、ね、すごい手だれのうまい人が生き餌とかを使ってたまにね両型のクロダイを釣るとかね、沖の堤防に行かなければなかなか釣れないとかね、そんなイメージだったんですけども、何ですかね、水温の変化とかにもよるのかもしれないんですけども、とにかくものすごい数のね、クロダイが、ワンオクの方までね、ワンサカ入ってきていて、で、それをなんとかね、ルアーで釣れないか、なんていうことはね、いろいろ、やっているんですけども、そこに来て、このね、黒田プロプロデュースのこだわりのオフセットがね、登場っていうことで、早速ね、2サイズ買ってきていました。じゃあね、早速1本出してみます。はい。一つ出してみましたけども、これもねほんとこだわりの仕様がね、随所に見られる、ね、まずはありえないぐらいのこのねマロー形状ね。で、クロダイって結構強烈な引きなんですけども、その強烈な引きでも伸ばされないような絶妙な太さね、熟成の太さで、この太さを貫通させるために、最新のねフッ素加工が施されていてっていうことで、クロダイはもちろんですね、ブラックバスにもそのまんまこれ応用して使いたいなと思って、例えば今の時期のこのアフタースポーニングから回復のタイミングですね、そんなタイミングで自分なんかだとレッグワームの 2.9 を、脳進化で、投げて釣るね、水面直下をテロテロ引いてきて釣るなんていうパターンがあるんですけども、そういう時にね細身でプルプル動くようなワームにこういうナローゲームで、でもね来る時は結構45アップとかねでかいバスが釣れたりするので、できるだけ軸線はね丈夫な軸線でね、まさにこんな形求めていたなっていうね、そういう形なんですよね。でね、早速ね、実はクロダイでも使ってみて、いい調子でね、釣れているので、これ、先日ね、クロダイちょっとね、早速これ買ってね、釣りに行ったところ、幸先よくね、1匹かけてバラして、30分ぐらいしかやってないんですけどね、その後もう1回バイトが出て、で、しっかりとね、それは乗っかって、で、この針で、かけることができたんですけども、このスーパーナロー形状で小型ワームのお尻付近にこのフックポイントを置くことができるんで、繊細な当たりなんかもしっかりとね、かけきることができたんじゃないかな。ファイト中もね、曲がったりする心配もなくですね、結構力強くファイトできたんではないかななんていう風にね、思います。で、この後ろの方にね説明書きも、書いてあるので、ブリームズオフセットっていうチヌ特化型のオフセットフックっていうことですね。このありえないナロー形状とチヌの小さな口の中により入りやすく明確に変わるフッキング率で、太軸線形ですね、簡単に曲がらない、線形、小型でありながら太軸を採用することで1本のフックで続けて複数匹キャッチ可能、フッ素コーティングもしてありますよってことで、フッ素コーティング、きめ細かいコーティングで、摩擦を軽減させて硬い口を、貫くっていうことでね、この小さなね針の中にねほんとこだわりがね、凝縮されているんだなっていうことでね、これ気になっていたんですけども、上州屋さんのねチヌ釣りのね、
コーナーなんかにね、いっぱい並んでいたので、気になっている方はね、早めに、狙ってみてはいかがでしょうか。ね、このまま自分はね、バスにね、使おうと思うんですけども、このオフセットフックのね、歴史を紐解くと、ね、もともとあった、形を、川辺プロがね、すごいフックで劇的に進化させてね、これの原型となるようなね、形を作って、あれがまあ一番の、伝説の始まりだと思うんですけども、そこからまあ近年だといろんなメーカーからもちろんこの手の形って出ておりますけども、スーペリオフックね、小森プロの、作ったスーペリオフックなんかで、そのちょっと小森プロがね、優勝するために、もう少しこここだわりたいっていう形をね、ちょっと微調整したね、あのフックなんかも、すごいなと思ってね、使っているんですけども、そこに来てね、このね、黒だとね、もう、釣り込んでる人が、この形っていうね、それも、チヌに向けてっていう、こういうね、今のところ、まあ若干ニッチなね、感じだと思うんですけどね、ここに向けてね、針をね、しっかり出してくれたっていうのは、もうすごいね、嬉しいことだなっていうところと、あとね、これね、多分 BKK で生産してるんだと思うんですけども、ものすごいね、この値段の割に、めちゃくちゃ本数入れてくれてるんですよね。これもありがたいなと思ってね、最近もう何でもかんでもね、めちゃくちゃ高いですからね。ワーム一つ取っても、おやおやっていうぐらいね、一本あたりの単価高くなっていて、で、しかも海で使うとね、なかなか、こう、まあ、どんどん交換していかなきゃいけないなんていうね、こともね、あると思うんですけど、すぐね、まあ、黒鯛結構ね、すごいところを狙ってくんで、針先がね、すぐ舐めてきちゃったりするんですよね。そういう時もね、すぐにね、交換しやすい、こんだけね、数いっぱい入れてくれてるんで、で、440円でね、税込みで一袋買えるんで、もうこれはチヌ狙い針の決定版じゃないかなってね、見かけたらね、ほんと買っといた方がいいんじゃないかな、なんていうふうに思うんですけども、今ね、ちょうどOSP のね、チニングの大会が6月末までやっていて、ちょっとね、チヌ強化月間ということでね、今釣っているんで、せっかくね、この針出たんで、この針もね、試しながらどんどんね、こんな釣り、あんな釣りやっていきたいと思います。はい。というわけで本日の釣りコー TV はこちら、黒田ゲジプロプロデュースのありえないナローチヌフック、ね、ブリームオフセット。これを買ってきてみたよって、こういった動画でした。はい。釣りコー TV でした。また会おうぜ。